皆さんこんこにちはレック専任講師の高井ですえ今日はですね日照簿記3級合格のポイントと題しまして、えー、日照試験皆さんがねこれから、えー、お受けになる試験ですけれどもこれのですね内容ざっとお話をしてでそれに対するね対策というのをですねお話ししていこうかなと思っております。はい、えー、ではですねちょっとね、えー、画面使ってお話をさせていただきます。 でですね、あのまあ、皆さんはですね、あの日照簿記3級もう受験をしようとは決めてらっしゃる段階にいらっしゃると思いますなので、えー、どうしてその、ね、日照簿記3級を受けるのかとかね、そういったことはちょっともう今回置いておいてです、ねはい、あのこれから皆さんが受ける試験、まあ、年に3回あるんですけれどもね、えー、こういったもの、えー、3回もある試験なんですけれどもちゃんと、ね、対策を立てていかないとやはり受からないですから。 はい、まずはですね敵を知るという意味で、はいえー、日照簿記3級の出題の内容をですね、えー、ざっとお話ししておこうかなと思います。はいえー、ということでね日照簿記3級の出題内容この日照っていうのはですねまずね日本商工会議所っていうところの団体の略称なんですね。でこの日本商工会議所が主催している簿記検定というのがありましてでそれの3級ということになります。 世の中にはですね、その他にも簿記、えー、の検定というのは何種類かあるんですけれどもこの日照簿記の、ね、検定というのが一番メジャーな、はい、メジャーというのはですね、受験人数が多いということですね。と、はい、いう、ね、あの試験ということになりますので、まあ、あの本屋さんとかでもですね、あの参考書なんか見てるとこの日照簿記っていう、ね、言葉よく目につくんじゃないかなと思います。はい、でこの日簿記級、 の出題内容なんですけれどもっ、はいえー、とです、ね、今年から変わりまして今年というかですね今年度ですね、はいえー、小規模株式会社の会計処理というの。 それまで個人商店の会計処理だったんですけれどもやはりねこの日照簿記3級の検定試験を受けてその後どうされるかっていうところでねやはり皆さんあの会社形態会社に入られてでそこでまあ経理処理をするっていう、ね、方が多いのでやはりですね,そのね、えー、株式会社の1年を通した会計処理、はいまあ、これにね照準を当てて出題されるようになりました。 はいただね株式会社とは言っても規模いろいろあるんですけれども3級はですねやはりこの日商簿記検定の入り口にもあたる試験ということでね小規模な株式会社の会計処理ということに限られていますはい、えー、日商簿記のね検定あのー、3級からっていうことでお話しましたけれどもねあのー、初級というのもねあったりしますけれども実際あの試験受けるっていうのはね3級からという方がね多いですね。 じゃあこの、えー、小規模株式会社の会計処理、えー、これができるようになるとね、どういうことができるのかというのがね、はい、日商のホームページにありましたのでちょっととご紹介しておきたいと思い思ます、はい。まずですね,そのね、えー、経理の関係の仕事を目指すという話をさっきしたんですけれども、まあ、その経理とか会計にかかわらずですね、あのビジネスパーソン、まあ、会社に、ね、勤めている方でしたらば必須の基本知識になります。 はいまあ、少しでも数字を見ているような部署にいらっしゃる方はもうほとんどだと思うんですけれども、まあ、そういったところに、ね、いらっしゃる方にとってはですね、この会社自体の会計処理を学ぶというのはもうあの非常に、ね、直結をします自分の仕事スキルに、ね、直結します必要ですね。はい。ということで 経理や財務担当以外ででも職種に関わらず評価をすす。る企業が多いといととうことです例えばまあ営業部門にいたりしましてもねその営業成績っていうのもねいろいろと問われたりってこともあると思いますそういうのをねあの重視して活動されてると思いますけれどもそれもねあの営業成績イコールその会社のです、ね、利益にそのまま直結をしますよね。ということでやはりそういった数字を読めるという力はです、ね、企業にもね非常に高く評価をされます。 はいじゃあ具体的にこの小規模株式会社の会計処理ねできるようになるとどういうことかね、えー、じゃあ続きに書いてありますのでお話ししたいと思いますがはい、まあ、結局、ですね基本的な商業募金を習得することができますのではい経理関係書類の処理ができたり、まあ、自分でそれを作れたりとかね。ね はい、あるいはあの個人事業主の方ですと青色申告書類、ね、青色申告されている方もいると思いますけれども税制上の優遇措置ですね、はいまあ、これもですねちょっとね簿記の知識がないと作るの大変なので、まあ、そういったことに非常に役に立ちます。はい ということでねこの簿記の3級のですね学習内容一通り網羅いたしますともう1人でですね小規模な株式会社の会計処理であれば全部できてしまうというね、まあ、そういったところが到達目標になっております。はいというのがですね日照簿記3級の出題内容というかですね、まあ、出題の意図するところという、ね、感じでお話をさせていただきました。 なのでまあここをゴールに設定してこの知識を得るために必要となる知識というのがです、ね、たくさんあるんですけれども、まあ、そういったことを踏まえた試験がね実際には出されています。はい、えー、ではね次にはいじゃあこの日照簿記3級の、はいまあ、開催の様子開催の様子というと、ね、あれですけれどもその出題の概要なんかについてね、えー、次にお話ししていこうかなと思います。はい まず試験自体の概要なんですけれども、はいえー、特徴的なのはです、ね、年3回実施というところですね、はい、もういつも決まってますで6月と11月と2月ですねはいでしかもそれいつそのね、えー、開催されるかってことも細かくも決まってましてまず6月については第2日曜日です、はい、そしてね11月については第3日曜日です はいでさらにですね2月になりますと第4日曜日ですねはいちょうどね234とねこう並んでますよね。はいなので1年の、まあ、年度としてね4月始まり3月終わりの年度で見ていただくと、まあ、最初の6月検定は第2日曜日次の11月検定は第3日曜日、えー、最後のね2月検定は第4日曜日ということでねはいあの非常に受験ス,スケジュールがね立てやすくなっている試験。 とということが言えますねはいまあちょっとこれ聞いてらっしゃる時期がいつかっていうのは皆さんによって違うと思うんですけれどもはいまあ今からねじゃあ狙うとしたら次いつの試験狙えるかなじゃあそこを標準としてじゃあどういう勉強をしていこうかなっていうような計画は非常に立てやすいかなと思いますはいそして次です。 えー、合格点ですね検定試験ですから一定の点数が取れれば合格ということになるんですけれども合格点ですが100点満点満ののうちの 70, 点です70点以上取れれば絶対合格という、ね、絶対評価の試験になってますので、あのー、周りとの戦いということではなくてですねやはり自分がどの程度の、ねあのー、試験内容をちゃんと、あのー、熟知しているか。 ね、自分で使いこなせるようになっているかっていうことに基づいてねなのでまああのねその自分がそれまでにどのぐらい勉強できたのかなっていうことによってね、まあ、合格が左右されるっていうふうに捉えておいてください。えー、とはいえですね合格率ってやっぱり気になりますよね。はい 大体どのぐらいの割合で受かるのかなっていうようなことがね分かれば、まあ、対策も立てやすくなると思うのでざっととおお話をしておこうと思います、はい、で近年ですねここ数年のところではですねだいたいこんな感じ40%ぐらいの合格率になりますね、はい、あの時によってはね、まあ、40%切ることもありますし、あのー、50%にあ、ね、乗り上げることもあるんですけれどもおおむね40%台。 はいしかもまあ前半ぐらいかなっていう感じでね推移をしてますのではいあの決してね難しい試験ではないですあの歯が立たなくてねもう何年もかけてあの準備をして受けるような試験ということではないんでねはいあのその辺りはね合格見据えてそこに向かって突、えー、進していく、ね、あのひたすら勉強して、えー、努力を重ねればね必ず合格取れるという試験だと思ってくださいはい。 とということでじゃあその大体おおむね40%ぐらいの合格率というね目安を持っていただいたところでですねここを近年のですねの合格率の推移についてね次にお話をしていこうと思います。はいこれもね日照のホームページから取らせていただきました。はい、でちょっとすいません私あのー、表のまとめ方逆になっちゃいましたね。はい あの下の方がですね昔の試験ですねで上一番上のとこ153回というのがですねはいこれがあの直近ですはい私喋ってのが今2020年の1月なんですけれども直近の試験なので2019年のですね11月に行われた試験ねこれがあの直近ということであの一番上に来ちゃってますがねあの逆で下から上に時間が流れてますはいでこれ三級だけなんですね。 のデータですで受験者数見ていただくとですねかなり多いですよね年に3回ある試験なんですけれどもあの受験者数としてはですね10万人に迫る勢いですねはいちょっとね152回では落ち込んでますけれどもまた前回はねまたあの盛り返してますねはい でその右隣なんですが実受験者数というのがありますこれは申し込みしてまあ実際に試験を受けた人ですねなので合格率っていうとですね母体となる分母に置くのはこちらの数字ですねはい実際に試験を受けた人まあ8万人とか9万人ぐらいのね感覚、えー、ではい持っていただければいいかなと思いますはいでこの実際に受けた人のうち受かった人がですねこちら はい右から2番目のね列ですね合格者数ですねまあだいたい4万人に迫るぐらいのね合格が出ているということではいこの両者でね合格率を出しますとこんな感じですはいまあだいたい40%の半ばぐらいかなというね感じですよねはいまあ、回数によってはすごくね あの合格率ががいい時があります例えば直近ですと152回なんかね56.1%なんでもう四者五入するとねもうことになってます、はいまあ、この今表にした中で一番悪い合格率も40.3%ですかね2017年の11月はい、えー、という感じなんでまあ,あの4割は超えるまあ大体4割ぐらいかなっていうねイメージを持っていただければいいんじゃないかなと思います。 はいなのであの合格率もね結構高止まりですねはいまあ4割5割の間をこういつも推移してるようなねイメージですかねはいなのでまあこの表を見てねお分かりいただけたかと思いますけれども決して手が届かない、えー、試験ではありませんのでねあの気軽にはいあのトライしてみていただきたいと思います。はい ね、あの敷居はすごく低いですのでね、はいあのーまあ、勉強に取りかかるっていう意味ではね、まあ、非常にちょっと目標も立てやすいですしあのとっつきやすすいいい試験なななんじゃないかなと思います、はい、ただですね、まあ、合格率が4割をいつもね超えるとは申しますけれども。 はいあの闇雲にですねじゃあ4割超えるからまあだいたい半分ぐらいの人は受かるんだからまあじゃあもう普通にやってりゃいいやって思ってねあのいい加減にやってるとねこれ受かる試験では決してないんですねなのであのそれなりの対策はやはりね必要になってきますはいで対策と言いますとね今までどういう問題が出されているかっていうところがねあの皆さん関心があるところかと思いますが 初期の産休というのはです、ね、そういったところでは非常に対策が立てやすい問題になっております。というのはですねはいあの毎回こう出題される問題ってもちろん公表されているんですけれども大体どういう問題がどこで出るかっていうのはですね固まってます。はい あの全く同じ問題出るってわけじゃないんですけれどもここではこういう問題が出るここではこういう問題が出るというねあの出題の傾向とか形式というのがすごくねあの定型化してるんですね。なのでとてもねあの効率的に勉強を進めることができるかと思います。はいえー、ではですね具体的にはどういう出題形式なのかをね次にお話ししていこうと思います。はい はい、二小五期三級の出題形式ということで、はい、このね第1問から第5問までお記事で書いてありますのが、これがね大きな問題、大問と言われるものなんですねで。いつもこの大きな問題がですね、この5問で構成されております。で、それぞれの配点ももうだいたい固まってます、固定されてます。 でまあ、あの仕分けっていうね問題が、えー、最初第1問では出ます。でこれはもう本当に簿記特有の記録方式なのでねあの簿記の勉強を始めますとこの仕分けに対してのね、えー、その記録の仕分けでの記録の仕方というのをねもう徹底的に学習することになります。はいでこれがねまあ出されるのが第1問。はいまあ、それから第2問はいまあ、これはちょっと配点低いんですけれどもまあ、補助簿ねこれもあの勉強していくと分かりますが帳簿の ある種の帳簿ですね。あとまあ感情はいまあ。これもあの集計のフォームみたいなのがあるんです。けれども、まあ、こういったのをね。あの読み取ったり、自分で書いたりというような問題が出されますね。第3問はいで、これは配点があって非常に高いのが特徴です。はいで、配点が高いということはね。ボリュームもあります。で、時間もかかります。具体的にはですね。試算表の出題というのがほとんどで、もうしあの試算表っていうのはまあ一覧表なんですけどもね。 あのかなり処理のボリュームもあったりするので、まあ、の時間ね取られたりもします、はい、で第4問で第4問はですね第2問と同様配点は低いですが、はいまあ、出されるものねあの結構、えー、決まってはいないですけれどもよく出されるのが伝票っていうね えー、類の記録形式を問われる問題であったりとかあとまあここでもね第2問同様勘定というね集計フォームに関する問題などが出たりもしますがあの結構ね毎回毎回出題分野はねあのガラッと異なったりするので第2問と第4問ってねちょっとね対策が立てづらいです。はいそれからね第5問第5問はこれもね配点が第3問と同様非常に高いのがお分かりかと思います。 でこれはですね決算の問題ということで、まあ、決算ってねよくあの日常生活でもねたまに耳にする言葉かと思いますけれどもその会社のその数字的な状況をですねまとめ上げるというね段階なんですね決算はいでここでいくつか表を作ったりするので、まあ、そういったのの作成問題ですねこれが出されるというところが第5問になります。はいということで第1問からね第5問まで必ずこういった、えー、ね あの出され方をするんですけれどもはい今この赤い字で書いてる部分ですねはいここね配点が特に高いわけですねはいで日照の3級の合格点が70点ってお話をしましたけれども今、えー、ね赤い字で書いてるここのところの点数足すだけでもですねもうね80点になっちゃうんですよね。 はいですのであの過去の出題傾向を捉えるっていうね過程はもうあの必要不可欠です日,日照簿記の場合はですね。でそこで拝点が多いところっていうのを、ね、取りこぼしがないようにねあのこれから学習を進めていくっていうのがね非常に、えー、合格にはね近づく、えー、戦略の立て方なんじゃないかなと思います。はい とということでねまあ、非常にあの対策立てやすいですしあとはその似たようなねあの問題が結構出たりするのであの過去問ですね今までに出た問題公表されてますのでそういったものもね有効に使ってぜひあの短期間でね合格を勝ち取るようになさってください。はい、えー、ということでね今過去問ってお話をしたんですけれども。はい あの過去問って今まで出された問題で、ねまあ、公表されてますので本屋さんなんかでも売ってるんですけれども実はですね、まあ、その過去問ね早めに解いていただくのすごくいいんですがあの今年度からですね、はい、あの令和元年度ですねちょっとね出題範囲が変わってますのでちょっとね追加された論点についてお話をしていこうかなと思います。はい でまあ、これからね学習を始める方はもう普通にテキストをねあのこれから用意していただいて学習を始めていくので、まあ、意識する必要はないんですけれどもあの過去問にはね出てきてないようなところっていう意味でね、はい、あの追加された論点についてお話をしていこうかなと思います。はい、なのでこれはねあのこれからご紹介するようなところはですね過去問集見てもなかなかないですからあの別途ね対策が必要かなと思われます。はい まずですね、出題の範囲がですね小規模な株式会社ってね最初に申し上げた通り今まで個人商店だったんですがこれが株式会社の会計制度を、ね、出題するということに変わりましたのでこれに絡んだ、ね、ところっていうのもね、多少複雑化しております。それから電子記録債権電子子記記録録債債務 ま最近はねそのデータ上でそういったものをねあの管理するっていうのが、えー、主流になってきてますのでまあ、こういった時代の変化にねあの合わせた出題っていうのもなされております次のねクレジット利掛金もそうですクレジットカードを使ったねあの売上げの処理とかで使われますはい、まあ、それから法定福利費そして差し入れ保証金まあこのあたりはねあの実際に中身の勉強を始めるとね出てくると思いますので。 またその時にね学習してくださいあと税金に関わるところですねはい株式会社化されたということでまあ規模も大きくなってますから例えば消費税をね計上したりとかあとはその会社にかかる法人税っていうののね処理なんかも必要になってくるということでねここも追加されておりますはいあとですね これも過去問でも前回も出てきてますけれども商標類からの仕分け今まではあの文章を読んでですねそれを簿記の,の形式での記録の仕方仕分けっていうのにするとどうなるかっていう問題ばっかりだったんですけれども実際の実務ではですね例えば領収書を見たりあと請求書を見たりしながらそのね実際の会計処理をしていくっていうことがほとんどなのでね、まあ、そういったことを睨んでの出題ということでね、まあ、追加されております。 とということでね、まあ、今年度から、えー、新たに付け加わりました論点についてね今お話をさせていただきましたけれどもはいあのねいくら出題範囲が変わったからといって、まあ、あの基本的なところっていうのはねもうあの皆さん押さえていただく必要はも,うもちろんありますのであの基本的な勉強の方針というのは全く変わりませんのでねはいあのしっかり地道にねやっていただきたいと思います。はいということでですね出題傾向ね はい、えー、ちょっと見てみたいと思いますけれどもはい、まあ、先ほどもお話ししました追加された論点共通することはです、ね、これですすねこれはい、えー、実務的に重要な取引の出題というのがね、まあ、結局、追加された論点ということで出されたりもしてますので実際の会計処理をですね会社で行っていく際に必要となるような取引というのがねまんべんなく出題されるような出題になっております。 えなんですけれどもやはりですねどんなにねあの論点出題論点が変わろうともねははいい基基礎基本というのは大事ですもうこれがあってのねはいあの応用になりますのでまずはしっかりね基礎基本を大,大切にして地固めをね、えー、固めてくださいはい。 あとですね、これも実務的に重要というところにも絡むと思うんですけれどもあの第5問でね決算絡みの問題が出題されますっていうお話を先ほどしましたけれども、はいまあ、この中でねあの財務諸表というね実際に会社が対外的に公表している書類があるんですけれども、まあ、これをね作るような問題というのが結構最近は増えておりますのでね、まあ、そういったところもねよくあの意識しながら取り組んでいただけたらなと思います。 はい、ということでね、えー、皆さんが、えー、これからですね、えー、受けようとなさっている、えー、日照記検定の産級、えー、どんな試験なのかっていうのはね、えー、なんとなくイメージ持てていただけたらね嬉しいです。はい、で、えー、繰り返し言いたいのはですねもう決して手が届かないっていうようなね、試験ではありませんので是非ですね皆さんにねトライしていただきたいなと思います。 たやみくもに勉強してるのではやはり受かりませんからここから先はですねじゃあなるべくですね確実に短期的に合格を勝ち取るためにはどうやってね勉強を進めていったらいいのかっていうところについてお話をさせていただこうと思います。はいということでじゃあ合格するためにはねどうしたらいいかということですけれどもはいまずね皆さんこれ見てる皆さんはねそれぞれ、えー、勉強に避ける時間っていうのはね異なると思います。ははいなのでまずはね。 はいえー、勉強時間というのの確保がどうしてても必要になってきますはい、で時間がすごくあるからっていう方もね決して油断してほしくないのは回り道の勉強してるとね合格は遠のいていきますので。あの 確実な勉強法ですね効率的な勉強法というのも必要になってきますのでこの勉強時間の確保とですねあと効率的な勉強法というのをあの主軸に捉えて頂い,いてねこれをあの2本のね柱にしてでえ合格にねえ早めに近づいていただきたいなと思いますはいではまずね勉強時間からねえいきたいと思います。はい よく聞かれますのが「簿記の産休受かるには何時間ぐらい勉強したらいいんでしょうか?」っていうようなね質問をよく受けます私も。はいであのー、私はあんまりそういう意識で勉強してこなかったんで、あのー、そういう聞かれるようになってからですねいろいろとこう考えたりとかあとまあねいろいろ調べたりとかしたんですけれども。 よく巷で言われているのはですね日照簿記検定の産休に受かるまでの時間はたい100時間ですみたいな感じでねあの書かれている文章が結構あったりすするんですよね、はい、で100時間って言ってもねあの集中して使う100時間と効率的に使う100時間とですねあと漫然とあのテキストを読んで100時間使うっていうのとではね、まあ、全然違います。はい なので一概にですね何時間やったら合格できるかっていう考え方は私はどっちかっていうとちょっとナンセンスかなっていう気はするんですけれどもまあ目安としてねほ、まあ、他の国家試験なんかと比べてで日照募金試験のその検定の3級の場合はじゃあ100時間っていうところでね、まあ、相対的な比較の材料として使っていただければいいんじゃないかなと思っております。はいでまあ、100時間とは言ってますけれども 実際にですね学習時間皆さん方のねその条件皆さんの置かれてる環境なんかにおいてですねあの違ってくると思いますので大まかなねその時間的な計画の立て方についてお話をしていこうと思うんですがまずは今の時点からはい例えばねもう今1月の終わりの頃なので。 次の試験となると2月の第4日曜日になるんですけれどもちょっと今から勉強を始めても、まあ、受かる方もいると思うんですがちょっと難しいななんて思ったらじゃあ次のね試験ということになります次は6月ですねはい6月の第2日曜日ということなのでまずはですねあの自分が受ける、はい、あの試験をねちょっとイメージしてくださいいつ,のいつを標準に狙おうかなっていうことで自分が受ける検定試験はい の日付をねちょっと確定させていただいてで今からそこの検定試験までの時間というのをですねあの大まかに計算してみてください。はい、何日間というのはまあもちろんなんですけれども。 一日中ね24時間勉強できるわけじゃありませんからそのまず日数数えていただいてからその一日の中でね自分が一日に使える時間というのも合わせて把握しておいてください。例えばねあのー、普段ねお仕事されてる方であればお仕事がある日についてはね勉強の時間がさほど取れない。 でも休日であれば結構取れるぞなんていうふうにですね、まあ、大体ねあの自分が一日で使える時間、まあ、平日休日ともにですねちょっとねあの洗い出していただいてでそれとねあとはその検定試験までの残された時間ということでねあ,のあくまでね皆さんが置かれてる環境って違いますからねはい。 あのまあ、100時間というのも人によって違うでしょうし同じ例えば100時間だったとしてもあの1日に取れる日数について、ね、よっては、ね、1日1時間しか取れないんだったら100日かかりますし1日に 2, 時間2時間とか取れるんだったらそれが半分、ね、50日に縮まるわけですしね、はいまあ、そういったところでこの自分が使える時間というのをまずは把握してください。 というのがですね勉強時間についての、えー、大事なね、えー、ポイントになります。はいじゃあ次に、ね、両輪のもう片方の方ですね学習法について、まあ、勉強法ってねお話ししましたけれどもはいこれについてねお話をしていこうと思います。 で勉強法今レックのこの私のガイダンス聞いてる方ねレックの講座取ってみようかなって思ってる方もいらっしゃると思いますし、まあ、独学でって思ってる方もねいらっしゃると思いますが、えーまあね、いずれにせよですねまずはなんかテキストを使うっていうことがあると思います大体の人がねそうですね。はい、でテキスト用意しますよね。なのでまずやっていただきたいことはですねテキストの理解になります。はい 書かかかかれててるることがねねわかかどうままあ例題ってたくさんありますよ、ね、テキストの中に。なのでまあ、それを自力でわかることができるかどうかっていうのがまずはえ到達の目標となりますはいただですね簿記の試験というのはですねそのね会計処理の試験っていうだけあってですねそのあのあ自分でですねその会計的な処理というのをできないと点が取れないわけですね。 いくら分かっている仕組みは分かっているよってなってもじゃあ実際やってみてくださいっていう試験になるので実際に自分で手を動かしてですねあのちゃんとその処理を、ね、し,てしないといけないということになります。はいなのでテキスト読むとなんとなく分かった気になるえ講義を受けるとですね何か分かった気になるっていうね声はよく聞かれるんですけれどもそれだけでは足りないです。実際ににに自分のもののもすするたためにはこの理解した内容ですね はい問題演習でちゃんと自分の力になってていいいるかをね確認していただく必要がありますはい、問題演習をこなしましょう結局ですねアウトプットの試験なんですね、機能試験。はいでそのテキストで書かれている事柄というのは、その会計処理のツールなんですね、でツールのパーツパーツなんです。なので、それをちゃんと組み合わせて、ですね自分として使えるツールに持っていかないと合格できないんですね。 で試験でもそこを問われます。で自分で使えるツールにするためには、やはり問題演習っていうのがね、必要不可欠ですよね。はい。ですので、まあテキストで理解したら、その箇所をすぐね、問題解くっていうことをね、ひたすら繰り返してみてください。はい。でテキストね、一冊終わりますよね。そしたらね、早速実践演習です。はい。でテキストのレベルとですね、じゃ、あの実際の二章検定のレベルってちょっとね。離れてます。 日証検定の方が難しいですからそこのレベルに引き上げていただくためにより実践レベルに即した問題をですねなるべく早いうちにねあのいっぱい解くようにしておいてください。はいというふうにね学習をしていただく、えー、というのがね、えー、よろしいかなと思います。はい でですねじゃあもうねこれからその学習法ということで、えー、じゃあレックのね講座を使っていこうって思ってらっしゃる方もいると思うのでですねはいレックの講座で特にですね、まあ、私ウェブの講座を担当してますのであのウェブの講座を使った時のですね学習方法についてね最後お話ししておこうと思います。はいでえー、とはいでで級とえどもですね、まあ、インプットの講座は 2時間半のものが10回分ありますしあと問題演習の講座もですねまぁ、あ、10時間近くあったりするんですねはいなので結構ね時間が必要になりますインプットだけでなのでなるべく効率的に進めていただきたいと思っていますはいそこでね大事なのはまずこの一つ目ですね復習中心で言ってくださいあの予習はですねあの必要はないと思いますはいあの とにかくですね、そのウェブの講座を聞いていただく、まあ、あるいは通学講座でしたらその講座に出ていただくはい、でですね、その講師の言っていることをもう理解しましょう、ね、その時に。はい、で、その理解はその講師の、ね、話、まあ、あるいはそれに付随した問題演習ということでねはい、あのー 順次定着をさせていいいたただきたいと思いますでこの時のね講座完全マスター講座っていうね講座がありますので、まあ、これねインプット講座なのでね、まあ、10回ありますからしっかりね聞いて理解をするようにしておいてくださいはい。 でこの理解しながらも、ね、問題もちろん解いていくんですけれども一通りそのテキスト1冊分のインプットが終わりましたらいよいよ本番の試験に向けての、ね、問題演習というところに入ってまいります。はい、ですので、えー、インプット一通り終わりましたら問題演習時間の確保、はい、これを、ねえー、大事に思ってください。でこのの時にも、ね、講講座座があります例えばマススター演習講座、はい、あのの授業で使う、えー、テキスト とね同じ、えー、同じシリーズの問題集があるんですけれどもまあ、これのね基本的な問題基本編に収められている問題をですねまあ、徹底的にあの解説をしていくというね、えー、問題の演習講座がマスター演習講座というものがありますあとね総まとめ講座っていうのがありますこれも同じ問題集使うんですがより実践レベルに近づいた 応用編のね問題これで非常に大事なところを中心にね、えー、これも解解法についいいてて説をしている講座っていうのがありますあとはですね「東連」「公開模試」ってなってますけれどもこれはもう実際の模擬試験のようなものなので、まあ、こういったところでですね実際の出題形式に即したもので、えー、実践のね訓練をされるっていうことでねいろいろと講座活用なさってくださいはい。 というふうにね、あのウェブ講座、えー、どういう場面でどういう講座をね、えー、受講したらいいのかっていうことをお話しさせていただきました。はい。じゃあ最後にねレックの講座の特色についてもう一回まとめておきたいと思います。簿記三級講座についてはですね、はい、あのー、もうゼロから全くあの簿記って何やったことないっていう人でもねちゃんとあのインプットができるようにですね、もうゼロから、えー、必要な知識を順次入れてまいりますのでね。 はい、あの安心してください、はい、でその知識を入れる、まあ、ゼロからだからすごく時間がかかっちゃいそうって思ってる方もですねあのもうノウハウを、ね、蓄積したテキストで、まあ、ベテランの講師等がですねあの効率的にインプットしてきますのでその講義のスケジュールに、ね、乗っかっていただいてでとりあえずその講義を聞くことをお休みしないようにですねで心がけていただければ、まあ、効率的に知識はインプットできるかと思います。 でテキストですけれどもあのー、これ書店でもね売ってます高速マスターネオというテキストをね使用しております非常にねわかりやすいのでねはいあのー、あまり苦痛を感じずに勉強を進めることができるかなと思いますでこのね、えー、高速マスターネオのテキスト非常に工夫が施されておりましてはいあの小各章ごとでですねその時の学習項目をまず紹介してでその内容については実際に例題 はい、優しめの、ね、例題をたくさん使ってですね解説をしているということになります。はいということでまあこれらに関しての講座はですね完全マスター講座というねインプット講座でね、えー、詳しくは受講なさってください。でインプット終わりましたら今度はですねこの同じ系統の高速マスター問題集を使いまして今度は知識の定着を図ってまいります。はい で先ほどもご案内しましたけれども、まあ、基本編中心に、ねえー、解放を解いていくマスター演習講座それから応用編にターゲットを絞った総まとめ講座という、ね、ラインナップがありますので、はいまあ、これもです、ね、効率的な問題演習として、ね、ぜひご活用されてみてください。はい えー、ということでですね「簿、え、記、ー、の3級ねあの巷ではもう簡単な試験なんでしょう独学ですぐ取れちゃうんでしょ」っておっしゃる方もいるかと思うんですけれどもあのやり方間違えるとね非常に遠回りになってしまいますのでね是非講座等も活用なさって、えー、短期で確実に合格をつかまれるようにしてください。ははい、でででですす。ね、これれ終わりますどうもお疲れ様でした。